ウソもオグリンです。本日もスプラトゥーン3で初心者 VS モサやっていきましょう。こちらのルールではスプラトゥーン2で X が2個以上もしくはスプラトゥーン3で平均 XP 2400以上のモサとスプラトゥーン3の最高でないが S 以下の初心者がどうすればいい勝負できるかを探す企画です。今回持ってきた題材がこちら。モサチームが食ワンダー発動時のみ切る可能だったらいい勝負になるんじゃないかということでね、初心者チームはメインのみです。サブスペシャルは禁止。対するモサチームは食ワンダー発動時のみ切る可能となっております。それでは行きましょう。どうぞ。それでは行きましょう。モサチーム食ワンダー発動時のみ切る可能ということでね、さあどうなるか。いや前回の吸引機はね防衛もできたんですけど、食ワンダーは逆に攻撃全特化ということで、さあ猫丸だけジムワイパー、そしてマルルと石星はド M と亀仙人 M が北斎、対する初心者チームつむぐがカニタンクのシャーカー、てかシャーカー多いなシャーカーほとんどシャーカーやねんけど、どうなってんだおい。さあ亀仙人が行った、亀仙人帰ってきた、早い、一瞬過ぎる。さあ石星行った。さあ食ワンダーは使い慣れていないと非常に難しいが、さあ1キル、さあ帰りました。いやちょっと短すぎるか。今回も少し塗りが弱いモサチームな気がするんですが、対する初心者はねもうガッチガチで塗り武器ですね。さあ紡ぐしっかり追い切りました、素晴らしい。さあ紡ぐその低空壁移動は何ですか、謎です、紡ぐ謎です。さあモサチーム来た、いっぱい突っ込んできた。さあ紡ぐどうだ、倒せるか、倒していった、食ワンダーヒーローを倒しました。さあここでワイパーの猫丸が2キル取りました。さすがキャラコンの鬼です。ワイパーはねかなり塗り性能高いですから、まあ、全員ワイパーでも良かったんじゃないかぐらいに感じるんですけど、さあ猫丸いいですね。触腕することを諦めたか、触腕触腕してくださいマルルさん。おーっと紡ぐじゃない2期のリスキルです。いや食ワンダーマジでね使い慣れてないと飛んでいくのが難しいから、しかも食ワンってなんかそこまで強えなってスペシャルでもないからあんまり使わへんと思うのよね。みんなも皆さん的に食ワンダー使ってますか、どうですか。まあ楽しいスペシャルではあると思うんですが、ガチマッチ X マッチに持っていくかと言われればそうでもない気が。さあ目の前にいる、目の前にいる、いつ使う、まだ使わない、最後の最後まで温存でしょうか。さあ来た、1キル、よいしょ、2キルいいね、ちょっとかっこいいクリップではなかったですが、なんとか2キル取りました。ぜひパキョンと言ってほしかったところですが、石星走る、クリスマスのトナカイかのようなレベルで走っております。全国のみんなにプレゼントをお届け。さあ行きました、猫丸ドン、おいいね、今のタックルプラス弱攻撃、そして敵陣地も塗る、初心者が登ってこれないのを利用して敵陣地も塗っていきました。さあ終了、これはモサチーム勝ったかな。いや分からんぞ、紫が多いようにも見えるが、あめっちゃ多かったです、ありがとうございます。モサチーム一勝。やはりモサキルできるとなるとレベルが違うか、初心者勝てるんでしょうか、行ってみましょう。初心者の武器は変わらずです、モサチームも変わらず。さあ初心者ちょっと見ていきましょうかね。ももさん S 行ってますから S の動き見してくださいよ。まずは食ワンダーがたまる前にエリアを確保したいところ、どうだいけるか。さあ亀仙人追う、亀仙人追う、食ワンダー来たぞ、食ワンダーが来た、逃げろ、やつの動きは速いぞ、パルキアより速い、ディアルガよりも速い、デオキシスよりは遅いです。さあ後ろから来たぞ、後ろから来た、どこからともなくやってくる食ワンダー、だが残念この開けた土地では無力か。さあ突っ込んで1キル、さあここでスペシャルがなくなって初心者もかなりキルされました。モサチームが取り返しましたよ。さあそして猫丸が溜まって突っ込む、突っ込む、突っ込んだ、1キル、囲まれるめっちゃ囲まれてたな今、でも翻弄されてる感がすごいわ、いいね面白いね。いや、モサチームもだいぶ溜まってるよ。全員突っ込んできた。これは食ワンダーの大反撃だ。ヒーローがヴィランを倒すかのように、一斉に突撃してきました。
まるで警察映画のような、まるでドラマのようなワンシーンでしたね今。だが初心者塗り力が高いです。さあ、だが初心者なかなか止められないか。モサチームどうだ、あーっと1キルするがやられました。さあこっちもやられている。残りは積成とマルルのみ。積成スペシャル溜まりました。今突っ込まなければやられるが、一人で突っ込むのはあまりにも無謀だと。だが最後行くしかない。1キル1キルしか取れない。間に合うかで困る、間に合うかで困る。ストップ、1キルもう終わった。いやー、まさかの初心者がガチマッチ勝つとはね、思わなかったですね。続いてガチヤグラ行きましょう。このステージはかなり入り組んでるんで、ショックワンダーがもう縦横無尽に駆け巡るんじゃないかと予想しております。さあ、ジムワイパー増えました。そしてバケツも増えましたよ。バケツはね、事故死が多そうな予感してるんですが、まあ北斎でヤグラの上で振るよりはマシって感じなのか、どうか。いや、ヤグラの上で振っちゃうとね、ワイパーも一撃で倒しちゃいそうな気がするんですけど。さあ、まず溜まったのは猫丸。1キル取れるかどうかが大事。取れない。さあ、亀仙人が上から撃つ。その位置は強い、その位置は強いこれはショックワンダーのいいとこ出てますね。上から撃てる、そしてワイパーの飛距離、これは初心者並だめです。どこから撃ってきているのか分かりません。さあ、つむぐがいった、つむぐがいった。いや、初心者がどんどんやられていく。大丈夫か。さあ、香り当てれるか当てれるか。ヒリオの頭はでかい。ヒリオの当たり判定は通常の 1.3 倍です。顔面がでかいです。さあ、いけるか。力たまらず落下です。モモも後ろから行って、いや、なかなか進まないですねこれは。おーっと、モモ脱落。さあ、ショックワンダー突っ込んできた、突っ込んできた。猫丸倒していく。ショックワンダーは無敵ではありません。めちゃめちゃ無敵みたいな見た目してますけど、無敵ではありません。さあ、マルルも倒して、これはどうだ、止まらないか。モサチーム、おっと、モモ油断していた俺も油断してました。猫丸も溜まってるよ。猫丸そこで使ってゆっくりと行って、角位置を狙う、角位置を狙う。残念。つむぐもなんとかやれそうな感じしてたけど、さあどうだどうだどうだ。北斎で回る、北斎で回る北斎でダンス。矢倉の上のロンドです。いやー、ご利用されるかこれは。ショックワンダー縄張り強いかと思いましたが、初心者の団体行動がやばい。矢倉の上に何人おんねんっていうレベル。ようその3人の中で耐えてるなって。おー、一気に来た、一気に来たよ。さあ、ここで、ここで一人隠れていた。四季、力か。さあ、力乗り切れるかどうだ。今のはどちら。北斎です。マルル、お前誤射ばっかしてんな、おい誤射ばっかしてんぞ。さあ、紡ぐ決めれるか。紡ぐ、香織、ラストアタックフィニッシュです。いやー、ガチルール初心者強い説出てますねこれは。続いてガチ横バトルなんですが、こちらね、こちらはね、あのリスチのすぐ目の前にあるところ、ここ左が登ってこれないんですよ。でもショックワンダーを使うことで簡単に裏取りができるので、まあそれを使って見てみたいところですね。さあ、まず割るのはどっちだ。積成突っ込んできた。積成割るのは諦めてます。しっかりと真ん中で耐えてスペシャルを貯める時間を作りました。さあ、ガチ横を止められるのはスペシャルのみ。間に合うか。ギアはこんな感じです。マルルはスペゾを一切積んでおりません。なんということでしょうか。おーっと、私が見てない間に何が起こったんでしょうか。まもなく試合が終了しようとしておりますおーっと、猫丸ハイドからのキル。さあ、逃げる。さあ、四季が逃げるぞ、後ろにいるぞ。さあ、いけるか。あまたのショックワンダーが彼を襲う。まるで触手プレイです、まるで触手プレイ。任天堂ゲーム実況で言ってはならない言葉ランキングトップ10に入りそうな言葉、2回も言ってしまいました。さあ、マルル止められるか。さあ、四季止められるか。四季か力かどっちや、わからん。細かくてわからへん。もう力や、力やな。リーが動いてたら C に見えてしゃあないね、あれカタカナの。さあ、爆風もしっかり避けて、ガチ横を奪ったのは猫丸だ。いけるか。キャラ混同に猫丸、逃げられない。そりゃそうよね、さすがに逃げられないよね。
いや今回の初心者さんはね、前々回に比べてまあ少しは動けるっていうレベルなんで、あ、てか逆転できそうじゃない？まあ最低限の動きはできるというレベルでございますね。さあここでマルルがいった、これは取れる、これはキルを取れる、3キル取った、マルル3キル取った、詰めるなら今だ、詰めるなら今だ、亀仙人だが1人残ってるぞ、1人残ってる、香りが残ってた、めっちゃ惜しいな今。マルルがまさかの3キル取ったけど、隠れてた1人の死角にやられました。あれさえなければノックアウトも夢ではなかった。さあ塗るところがない、塗るところがないぞ。さあどうだ、ここから逆転できるか。亀仙人食ワンダーを使ってから持ちたいところですね。そう、食ワンダーを使ってスペシャルがない状態で持っていきたい。いやーこれ、あー君厳しいか、もう特攻してきたら相手の勝ちやもんな。正直筆に特攻してきたら問答無用でボサチーム殺せるっていう捨て身の戦法みたいな。お、いいですね、ギリギリ。あ、ワイプアウトですか、ワイプアウトですね、いいですね、急ぎましょう、急ぎましょう、急ぎましょう。さあスペシャル溜まってないですけど、さあカモンと呼んでいる、カモンと呼んでいる猫丸、インクの上のロンドです。さあどうだ、さあどうだ、誰が溜まる、誰が溜まる、スペシャルが溜まらない、スペシャルが溜まらない、溜まらず引いていく、戻りすぎ注意出ました、戻りすぎ注意です。初心者4人で束になってかかります。多勢に無勢となるか。さあマルルまたメインで5射です。さあ割るのはどうだ、モサが割ったが、さあモサ取りました、残り1分、亀仙人残念、リキが2キル取って終了となるか、終了です。さあラストガチ合わせに行きましょう。ステージはめちゃめちゃ広い、金目鯛広いから食ワンダーが強いっていうわけでもないと思うんやけど、果たしてどうなるか。いやーなんか猛者の割合がだん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 ジムワイパー増えていくんやけど、やはりジムの方が強いと、マルルはジムを持った方がいいんじゃなかろうか。五者の鬼です、五者の鬼マルル、キャラコンの鬼猫丸、ヒレオの鬼セイクセイ、スーパー悟空亀仙人。さあどうだ、初心者チーム一気に来るぞ、初心者チーム一気に来るぞ。さあ桃入れた、入れたのは桃です。続いてリキも倒す、おーっとモサチームなすすべなしか、モサチームなすすべなしか、猫丸も今回も自陣にいるぞ、何もできないスペシャル固まっていないから何もできない、ただ眺めるだけだ。溜まったが、さあどうだ、なかなかキルできない、2キルです。さあいってますよ、マルルが北斎で詰めていきたいとこですね。これは北斎の彼が優先的に割っていきたいんですが、初心者の防衛も固いと。アサリが22個です、こんなに持てることが果たしてあっただろうか。さあこの食ワンダー、ハイドの香り、ハイドの鬼香り、しっかりハイドして7取られました泥棒です、泥棒の鬼亀仙人。さあ残り1個がなかなか手に入らない、目の前にあるぞ、目の前にある、あーっとどうだ惜しい惜しい惜しい。さあ紡ぐ、最後の1個紡ぐ、見つけられるか、見つけられない、見つけられない、どこだどこだ、迷子になっちゃった、迷子になっちゃった。アサリどこだ、敵よりアサリを見つけたい、敵なんてどうでもいいんだ、アサリが落ちてないか確認するんだつって、わーっと翻弄している、倒しました。さあアサリ落ちましたよ、つむぐがガチアサリを割っていく。あー2回目ですよ。さあつむぐ待っている、来てくれと、初心者なりにガチアサリのルールは熟知しているつもりです。さあモサチーム行きました、亀仙人追えるか、スーパージャンプで飛んで、食ワンダーでは、食ワンダーでは入れられない、カウントリードです。さあ入れられるか、入れた、猫丸最後の力を振り絞った、つむぐこれには棒立ちです、あんぐり口を開けてマジかと言ってます。あとは2分間防衛できれば勝利なんですが、
いやアサリの数多いな。鬼やでこれ。怖いわ。23って俺ならもうやめたくなる。こんな状況になったら。おお、一気にいったね今。なになになに、猫丸今すごいじゃん。今何キルした？一刀両断。お前炭治郎もびっくりやで。岩を切った炭治郎もびっくり。さあ亀仙人、ここで7個になるが、それはやめました。少しでも多く入れようと。猫丸ゆっくりいってる。インクを出さずにゆっくり素通りです。初心者気づいておりません。初心者気づいてない。さあ行ってる行ってる。まあお前さ、マル、お前めっちゃ筆で普通に倒してますやん。さあつむぐいったぞ。2個目入れる。さあつむぐ2個目入れた。大活躍です今回。いやーこれは止められないか。どうだ。しっかりとジムワイパーですね。ショックワンダーではないですね。はい大丈夫です。あれ、ショックワンダーで倒したってならへんのか。そうか、じゃあ大丈夫やったんかな。あ残り1ですよ。さあ残り1。ここから逆転あるか、もしかして。ここから逆転あるか。さあ残り1つ見つけられない。残りカウントは27と19。いいですね、セクセイ行きました。セクセイまず1人キルして、ショックワンダーでそこ横取って、残念惜しい。アサリの数は16。全然可能性ある。それを全部入れれば終わるぞ。この戦いが終わったー。逆転しました。モサ最後の最後でやはりアサリの勝利は譲らないという結果に終わりました。いやー最後は見せてくれましたね。というわけで、初心者もモサも頑張ったなと思ったら、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイビー。